第三次世界大戦終結後、大手軍需企業鉄血構造の戦術人形が突如人類に反旗を翻した。民間軍事会社グリフィンはエリート戦術人形部隊 AR 小隊を使い、原因を調査阻止しようとしていた。グリフィンの人形小隊、この子たち捨てられたことも知らないで、私たちは戦術人形として任務を遂行すればいいだけよ。終わったら一緒に帰るぞ。ここは荘園と感情を渦巻く少女たちの前線。攻撃開始。終わりよ、グリフィンの雑魚と。 N16 の A さん、右側の鉄血を形成してください。腰に踏む。来い。ぼーっとしてる暇はないぞ。これがあいつらが残してくれたチャンスだ。くらえ、鉄血の化け物め。ジ・エンド、必ず見つける。信頼できる指揮官を。早く行こう、鉄血たちが私たちを待ってるよ。わきまえなさい、遊びに来てるんじゃないのよ。行こうぜ隊長。 AR 召喚、行動開始。アニメドールズフロントライン、2022年全世界同時放送配信スタート。